ヤマレコを使ったね、参考計画書の付け方を解説したいと思います。ヤマレコ、会員登録していただくと自分のページというのができます。一番最初にヤマレコのトップページを開くとこういう感じになります。ここでですね、このヤマプラというのがあるんですが、ここに主だった地域の 山の名前が書いてあって、そこに隣接した地図は全部山と高原地図のベースの地図で載っております。上高地、この辺をスタートするという形でちょっと作成してみたいと思います。地図がないところはこういうふうに普通の地図になっちゃいますけど、こういう山と高原地図が入っているところはこういうふうな地図になります。拡大するとこういうふうですね。上高地を出発してですね、明神館、徳沢、横尾、そして本屋橋を通って唐沢ヒュッテ。もう一泊ですね。唐沢ヒュッテが翌日、財天蔵道を通って奥穂高を往復して、こっち唐沢岳の方行ってもいいんですけど、財天蔵道を降りてきて、僕から沢ヒュッテ宿泊と。で、翌日、来た道を戻る。唐沢小屋か本屋橋、横尾、徳沢、明神館、上高地バスターミナル。という形の典型的な例をやりたいと思います。大体スタートできるところは、丸印がついているところなんですね。こういうふうに。丸印がついてるところは全部スタートできます。とりあえず上高地バスターミナルをクリックします。これはスタートということになります。先ほど言ったルートをずっと引っ張っていくと、まず明神館。明神館。明神館行きましたね。明神館。明神分岐。それから徳沢。やると紫色に自動的に推奨ルートが引かれます。これじゃなくてもいいんですけどね。次にずっと行って横ですね。横。ここからずっと本屋橋、エスガレ、唐沢ヒュッテ。ここで一泊するので、このところを唐沢ヒュッテを宿泊一泊にすると。次に翌日、唐沢ヒュッテから 財天蔵道。こうやると、この推奨ルート出ますけど、奥穂に行って再び戻ると。で、ここで下旬できないんで、ここで一泊。そしてまた同じようにエスガレ、本屋橋、横尾、上高地バスターミナル。一番右のとこ見てもらいいただくと、ここのところにずっと1日目、2日目、3日目と。このルートが、どのくらいの、1日目どのくらいかかるのか、2日目どのくらいかかるのか、3日目どのくらいかかるのか、何キロかっていうのが出ます。これで別に GPS 出してやってもいいんですが、今回はですね、ここのところですね。例えば、上高地バスターミナルですね。お車で行くにしろですね。シャトルバスで行くにしろ。朝8時に入るってことは、車の方でないとちょっと難しい。ですよね。松本朝市に出て行っても、9時か10時。準備があるのは10時にしましょうか。で、ここを10時にします。ピョンと。10時にしました。それで行くと、唐沢ヒュッテ到着が4時半、4時10分ですね。4時10分。北アルプスは特にそうなんですけど、4時ぐらいまでには目的地に着く予定を立てたいということで、4時10分ぐらいだったらいいんですけど、これ標準のルート、標準の踏破時間なんですね。一般成人の。ただ皆さんご存知だと思いますけど、一般成人の踏破の標準時間って、そこそこ歩いてる人じゃないとなかなか行かない。なおさらこれ、
カラサヒュッテで山小屋じゃなく、テントで泊まる人は、まあちょっと、もうちょっとかかるね。2割とか3割とか。なので、逆にですね、こう逆算して、こういう使い方をします。例えば、ここのところに6時間歩くのに休憩なしってわけいかないので、おのおのに例えば、まあ10分ずつ休憩を入れるとします。仮にですよ、これ。ここはいいね。横は入れたいですね。本屋橋も入れたい。すがれも、まあ厳しくなく入れますね。これでいくと、5時に到着になります。5時じゃさすがに、あれだなっていうと、ここを結局9時にしなきゃならなくなる。ここで4時。じゃあ9時に上高地バスターミナーに入れるアクセス方法を考えればいいんですよね。でこれが荷物持ってなくても標準よりもちょっと遅いって方はもっと早くなるということになります。で、こういうとこ10分、10分、10分、10分って言いましたけど、中には20分、20分休みたい方もいらっしゃれば、そういう方もいらっしゃるので、そういうことはまあ8時ということになります。はい。で、2日目、まあ、止まってますから、まあ朝、まあ5時でぐらいでもいいんじゃないですかね。5時でに出て、まあ、ここ、まあ、財田グラント50分。ここで10分。まあ、トイレ休憩もありますよ。奥方。頂上はね、いくらもないですけど、一応10分取っておきます。高さんそう10分。取り付き点10分で、と、5時に出て、お昼の12時。ここだとちょっと早いなーってことであれば、ここのところで30分。もしくは1時間。余裕を取って、やると12時、約3、1時ですね。こういうような組み方になります。3日目も2日目の疲れが残っているので、まあ、ゆっくり出て、現状8時に出て休みなしで1時なので、まあ、帰りのちょっと交通手段にもよりますが、まあ、6時ぐらいに出たとしてですね、まあ、おのおの10分取りましょうか。おのおの10分取って、上高地に12時10分と。いうことになります。はい。ここで注意点はですね、なんでこんなに休憩いっぱい取るのって、まあ、中にはここに1時間って、ここのね、横あたりで1時間ぐらい取りたいわよと。30分。30分取りたいわって方もいらっしゃると思います。そうなると、まあ、これが8時30分なんですかね。なります。これ何のためにやるかっていうと、この通りに行程しろということではなく、これよりも早く進んだ場合は、例えば徳沢で10時に着いちゃった場合は、あ、40分早く着いてるんだな。で、10分休憩取るか50分猶予があるんだなっていうことを随時そのポイントで知ることができる。例えば、横に10分、10分、10分で休憩取ったのに、12時に着くはずなのが、1時に着いた場合は、これは相当かかっちゃってるっていうことになるので、それを掛け算すると、ここまででだいたい50分の1時間10分、3時間ちょっとなんで、3時間ちょっとのところ4時間かかってるってことは、3割増しということになるので、この時間が3割増しかかるよっていうことになるんですよね。7時間20分の3割増しで、まあ、単純計算いくってことになるので、そういう方だったら、なおさらここを早くしなきゃいけない。そういうような、目安にしていただきたい。で、一応予定もね、ここ、例えば、まあ、仮に5日だったら5日にしましょうか。5日の日。っていうふうに入れていただければ、ここで保存を押します。そうすると、ここ、上高地バスターミナルが上高地バスターミナル。そして、このルートを印刷する。すると、この画面になりま
縦横、まあ好きな画面でいいんですけどね。で、ここに時北線ありなし。ありにした方がいいですね。で、ここにこういう感じで大きさも変えられます。ただこれは2枚に分けられないので、この地図の場合は1枚にしてください。そして下に1日目、2日目、3日目の出発時間と到着時間と休憩も入って、こんな工程ですよ。21時間24分、34.7キロ歩きますということで、これで印刷するをすると、この地図とこの工程表は2枚プリントアウトされます。書き出し、これをクリックすると OK して、そうすると34.77、上り2680、下り2663。この子はどこだ？本屋橋。本屋橋から本格的に山道なのがもう明らかにわかりますよね。こうずーっとこう。まあ奥方向ですけど。ここパノラマ。ここ唐沢ですから。ここからここのスピードっていうのは、加味して時間計算してありますけど、やっぱ体力的に厳しくなるので、その辺も計算するのいいということになります。そしてここの GPX ファイルをダウンロード。どこかに保存して、携帯の地図ソフトとか、ガーミンとかに入れてあげると、このルートが1日目、2日目、3日目という形で分割されて、地図の表示ができます。参考計画のところに、こういうふうに入ってくるわけですね。書くと、こういうふうにコースが出てくるわけですね。が持っていかないものを、まあ、こういうふうに消すサイトができます。次のステップ行って、こう、入れて、ずらずらずらっと行って、追加する場合は、他に書いて、連絡先書いて、次にやると。下山連絡をするよ、しないよっていうのができたりとか、できます。先ほどの計画書をダウンロードして、メール送信とか、長野県とかって、ちゃんと入れるところに出てきますので、メールで計画書を送信すると。もしくは、コンパ計画書を登録すると。ここに山の名前を入れますよね。例えば、丹沢。最近の丹沢に行った人の参考記録が出てくるので、こういうふうに覗いて、自分と一緒の望んでるルートだなーっていうのが分かればですね、ここのグラフを拡大っていうところをして、GPS として入れていけば、近々に行った人のログが手に入ると。現地で鉛筆で書くのもありますけどね、本当にディスクマネジメントするんだったらやっぱちゃんと出しとかないとダメだし、分刻みのタイムスケジュールがあることによって、それとともに行動するのではなく、自分がどのぐらい進んでるかっていうことを確認するという意味でも非常に便利です。まだね、山始めてそんな経ってない方とかね、これからちょっと長期の長い距離を歩こうかなと思う方はね、ぜひ泊まりじゃなくてもですね、参考計画を作ってみてですね、等高線の幅を見て、ここはちょっと急だとか、ここは緩いとか、自分のスピードがこんくらいだからどうなってるとか、何割増しでやっといた方がいいとか、何割減でやっといた方がいいとかっていうことを知っておくことがですね、全てにおいてリスクマネジメントを確立するための必要なことだと思います。山に全く安全なことというのはないので、皆様いろいろ心配しながら計画を立ててるでしょうけれども、意外とね、登山口でちょちょちょっと書いて終わりって人、まあない、やらないよりいいんですけどね、多いんですけど、自分の行動がどのくらいリアリーなのかなっていうことを知るってことが大切だと思いますので、ぜひやってみてください。チャンネル登録してね。